ディーゼル10 PG を殺す。2024年7月1日月曜日、気温 52.3 度、湿度 62%、 天気晴れ。ディーゼル機関車はニヤニヤしてる中、ディーゼル10は考えた。お前ら、リロイを連れてこい。グフフフフフ、ディーゼルが誰かを呼び出してるぞ。何かしらね。お前ら、あれを見ろ。この赤いのはリロイだわる。その通りさ。今はディーゼル10に頼まれてきたのさ。グフフフフ。うん、とても最高。スカールイのおかげだよ。ありがとうございます。そう言ってもらえて嬉しいよ、電気屋のアフロッチ。レニアスもね。うん。おい、お前ら、いろいろと楽しそうなもん食ってんじゃねえか。さっさと一口よこせ。これはダメなんだ。弁当食べ終わってないのに。うざい。ここは俺様たちに任せとけ。任せといてたまるか。うさい。ジジイとババアは引っ込んでろ。そうだそうだ。今春、お前からだ。なんで PG なんだ。それはこっちのセリフだよ、ディーゼル10。なんか文句でもあんのか。 PG が病院で運ばれたらどうしてくれるの。さあ、どうしてくれるだろうね。なんだこれは。あれは間違いなく本羽の PG の声です。おい、ディーゼル10、お前はピンチの使い方を間違ってる。だからこれから先は使えないね。なんだよミック、俺のピンチの、そんなにおかしいのかこれは。どうしたんです、何があったんだ。俺もうダメ。しっかりして。ディーゼル10、お前はやりすぎだよ。僕が、あなたの家族に電話しますからね。あとベイカー先生にもね。PG、無理しないで。だから頑張って。私も頑張ってるから。だから守ってあげるね。たまに様子を見るからね。これから頑張れ。皆さん、 PG はしばらくしてから治る日が来るかわからないんですよ。なのでたまに声をかけてください。はい。2024年7月2日火曜日、気温 56.5 度、湿度 55%、 天気晴れ。昨日はやばかったよね。ねえ、本当に。しかもディーゼル10がコンハル君の PG を投げ出すなんてひどいよね。そうでござるな、ミカ殿。ここは真っ二つ切りござる。いい作戦ですな、武士ニャン。私は100カラットで行くぞ。情熱レッド肉球、つぶつぶオレンジ肉球、ナヤニャン、トパニャン、ルビニャン、武士ニャン。一本、キュービー。早速病院まで行こうか。そうしようか、一角。米は一口サイズにしてあるがの。もう米はこれだけじゃ足りないから。わしの体があるから。やあ、おでんくん、何してんの。でんでん、おそ松兄弟、僕はね、今散歩中だけど、どこかの線路でディーゼル10が大当たりしてるらしいよ。マジで。うわ、やばいな。早くチョロ松に伝えないと。どこに行く気だ。なんはある、話はある。また裁判所から逃げ出してごめんなさい。パーン、許さないぞ。コンハヌの PG、大丈夫ですか。お大事にね。ありがとう、ソラニ、テラ、アカンも、ベンもな。
ねえ、のんた。なに、グーフィー、どうかしたの？コンハルの PG が入院してるから付き合ってくれる？それは心配だな。行くよ。のんたんとタータンが来てくれるならよかった。スティッチとリロ、また会ったな。コンハルの PG のために。届けに行くんだろ？ちょっと待って、レアなもの作るから。ゲーネムの何？なんだろうね。私が行くわ。ええ。ネッティも行くのか？私一人じゃ大変だよ。早く治るわけないでしょ。この怪我は大変なんだから。マジで治んないの？あと2日したら治りますよ。サブモコさん、ボーン！これね、1日の買い物全部終わったわ。うん、なんか変ね。嵐かしら、今日来ないのに。そうね。ねえ、おばあちゃん、あの赤い。これはもしかして赤鬼？うわぁ、俺の出番だな。あっきゅん、ディーゼル野郎なんか吹き飛ばしてやる。いやぁ、あーうわぁ、あーうわぁ。2024年7月5日金曜日、気温 55.3 度、湿度 87%、 天気晴れ。こうして金曜日になり、 PG の怪我も治り、妖怪ウォッチの赤鬼の活躍でディーゼルたちをやっつけることができた。一方、バイキンマンたちの行方がわからない。よくやったな、赤鬼。ありがとう。お前には感謝してるぞ、赤鬼。あかん。お前らに褒められて嬉しいぞ、あかん。みんな、治ったよ。よかった、ほんとだよ。ほんとに安心した。今日ほんとハッピーだよ。生きててよかったね。もう話せないのかと思ったよ。ありがとう。みんな嬉しそうですね。でも病院では静かにしないとね。このままでいいか。ディーゼルたちも反省していることだし、バップラ次の練習した方がいいでござるな。次来た時にね。これからも頑張るよ。ウィスパーもブシランも一角な。かたじけないでござる。はい、これからも頑張ります。一本、サボさん、これからもよろしく。ありがとう、これからよろしくな。まあ言われてみれば竹馬の友ですから。まあ確かにそうなるよ、ウィスパー、竹馬の友だからな。お待たせ、いなくなっちゃってごめんね。まあいいけど、別に悪くはないと思うけど。ディーズ、何をしてんの？本当にダメだよ。やっていいことと悪いことあるぞ。いつも2台でサボってダメな遊びをして。スプドッチ、後で話あるから来て。お前らは北斎、これで懲りた？ミックさんの言う通りに反省しなさい。何犬ワンワン、今年も最近暑くなってきたね。みんなも熱中症に気をつけてね。今日の妖怪はキュービ、妖怪ウォッチでの不思議族のメインキャラクター。2つ目は赤鬼。この方実はボス妖怪ですが、種族は豪傑族。この話は本当にありがとう、赤鬼さん。そして動画を見てるみんな。三つ目は米爺。見た目はひも爺に似てますが、頭から米が取れるそうです。妖怪不祥じゃんけん。やっぱり米が一番おいしいよね。を引き起こす嬉しい妖怪です。どれどれ、今日は3つですか。次のお話はもっと
登場するらしいですよ。お楽しみに。